はい、えー、群馬県でですねあの、渓流釣りをしていたあ60代の男性がですね、えー、なんとクマに襲われたんだそうです、えー、ところがこの男性ですね、えー、空手の有段者でクマ、えー、に対してですク、ね、マ、えー、の目を生検好きでボッコボコにして、えー、なんと撃退,撃退してしまったというですね。すごいねクマが来た瞬間に普通はもうああもうだめだって覚悟を決めますけどね えー、やっつけちゃったっていうのは本当驚きですねまあでも一種の賭けではありますよね熊に向かってくって相当な勇気ですからねえー、まあどうなるかっていうのはねえー、万が一ってことありえますからこれはもう本当賭けだったなと言ってみればね空手だけにね2つの意味で月で決まったのかなみたいなねでもよく言ったねえー、切羽詰まってたのかもしんないけどやっぱあれなのかね、えー、渓流釣りですからねやっぱ空手家っていうのは 瓦があるとスイッチが入るのかねねずっちです。では、また。